中国経済に悪いムードが漂っています。4月から6月期の経済成長率が発表されましたが、前年同期で6.3%、前期では0.8%となり、市場予想を下回りました。コロナ禍明けでもなかなか回復してこない景気を前に、中国政府は景気支援策を打つなどしていますが、効果は限定的のようです。この難局を打破するために、あの男の行動が必要になるというふうに私は思っています。解説をしていきます。 皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所、客員研究員の片吉和です本日もよろしくお願いします。本日はですね、先週、中国経済の統計結果、まあ、先週だが今週ですね、あの月曜日、まあ、日本は海の日でしたけれども、ですね、中国の第2四半期、4月から6月の経済統計の結果が出てきました。非常にこう注目された、えー、動向でしたけれども、その結果を受けてですね、どうなるのかということですけれども、まあ、若干ですね、この悪い ムードが漂っているということですけれども、まあ、中国経済、えー、これからどうなっていくのか、中国政府もですねやれることをやっているということですけれども、やはりあの抜本的な改革というかこう、ダイナミックなこの動き、えー、変革というものを促していくためには、それなりのこのアクションということが、えー、しかるべき人から求められるというふうに思いますので。 私自身ですね、その辺考えるところを今日はお送りしていきたいなというふうに思います。この動画面白いと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録、そしていいね押していただけると大変幸いでございます。本日も、えー、パート1、2、3でいきます、えー。パート1はですね、4月から6月期の GDP 成長率は6.3%増、前期では0.8%増と、まあ、市場予想を下回ったと。パート2では、消費の伸びは鈍化、気になるのは不動産市場と、えー、若年層の失業率と。 パート3では中国経済に漂う悪いムード、習近平国家主席に求められる発信と行動と、まあ、この3本立てでお送りしていきたいなというふうに思います。どうかお付き合いいいくださいはい、早速、パート1からいきますけれども、まあここ最近ですね、私もこの動画で結構頻繁に。 報告はしているというふうに思うんですけれども、まあ、中国経済に関するこう明るいニュースというか、グッドニュースが。 ななかなかこう聞ここえてなないなといとうふうに思ってますお気になっていただいて皆さんもそういうふうに感じているかもしれないですけれどもそれをまさに裏付けるようなですね統計結果が最近出てきましたと7月の17日に国家統計局が発表した統計結果によればですね今年4月から6月期、まあ、第2四半期ですねの GDP の実質成長率は前年同期で6.3%増となって、まあ、1月から3月期の4.5%増から加速したものの 調節済み前期比といわれるものの伸び、まあ、データの伸びですね、こちらは0.8%増ということで、まあ、いずれもえ市場予想を下回る結果となったと、でマーケットのえ関係者はかなり落胆したも様だというふうに私は思っています。実際ですね6.3%悪くなないいじゃないかと で今年中国政府って2023年の目標を5.0%に設定しているので、6.3%いいじゃないかというふうに、まあ、反応する方もいらっしゃるかもしれないですけれども、実際にです、ね、でこの比較対象となる昨年の4月から6月期というのは、まあ、上海とかでロックダウンがあったこともあって、0.4%と非常に低迷したわけですよね。ですから、その0.4%と比較して、6.3%伸びたということなので、あんまりこう大して伸びてないなというのは言えるというふうに思います。実際にこの私 自身の感覚では、ですね感覚というかまあ分析では、昨年の4月から6月期っ極端に悪かったので、裏を返せば、今年の4月から6月期は極端によくなければいけないっていう、そういう見方もできると。という観点からすると、やはりその8%ぐらいの成長がないと、今年の目標5.0%っていうのは、まあ、かなりこう着実に超えていけるような感じではないなという,ふうに思っていたので、やはりこの6.3%というのは、 まあ市場予想を下回ったとっいうところにもあるように、想定内ではありますけれども、期待通りの結果ではなかったなというのが、私個人的な感覚としてあります。まあ、あの実際にですねそういうふうに考えているのは私だけではなくて、米国の主要な金融機関ですね、もう2023年の中国経済に対する成長予測というものを軒並み見直していると。 例えば、シティグループ、アメリカのシティグループ、JP モルガンなんかは、従来の5.5%から5.0%に、えー、モルガン・スタンレーは5.7%から5.0%に、えー、それぞれ下方修正をしていると。まあ、つまり、まあ、そういったですね主要な金融機関を含めて、中国経済に対する自信、まあ、と期待値というものを下げているというのが現状、まあ。今回の統計結果を受けて、さらにその傾向が強まったと言えるのが、まあ、中国経済を巡る現在値なんじゃないかなというふうには思っています。 その統計結果が発表された日に、ですね記者会見を発表した国家統計局のーフー・リンホエ報道官は、2023年上半期のまあ1月から3月と4月から6月を足した上半期の GDP 成長率は前年同期で5.5%でしたと、そして2022年通年の5.5%というのは、2022年昨年通年の3.0%増、そして1月から3月期の4.5%増よりも高くて、 かつ3年続いたコロナ禍における平均成長率である4.5%よりも高かったということでまあそんなに悪くないんだよということを訴えようとしたということですよねでしかもこの5.5%増というこの中国の今年上半期の数値というのは世界規模で見ても比較的高い、早いということを強調していたと実際、その進化者とかですね中国の感染メディアの報道なんか見てもやはりその結構先走っているのは上半期5.5%という数字で やはりその中国政府が今年の通年目標に抱えている5.0%前後の達成というのは可能なんだよと、まあ、こういうメッセージを国内外の市場関係者にこう発信しようとしていたと、まあ、逆に言えばそれだけの懸念を受けていると。 国際社会、市場関係者が中国経済に対してなかなかこう期待できないと思っているということを、まあ、中国政府も分かっていると、まあ、そういうことなんじゃないかなというふうに思います。まあ、実際にそのフー報道官はですね、記者会見で次のように話しています、えー。今年に入ってからというもの、世界経済は復興の活力にかけ、世界規模でのインフレは高止まりしていると、先進国における利上げ政策の 他他国他地域への波及も懸念材料であるとこのような厳しい外部環境の中で、ですね我が国の経済が主要先進国よりも明らかに成長しているという現状は、中国経済が持つ強靭性を示していると、まあ、こういうふうにまあ言っているわけですね。まあ、このまあ 当然、中国政府を代表して言っていることなわけですけれども、まあ、中国政府として、我々を含めた、この海外の関係者なんかに言いたいことはまあ3つあるんだろうなというふうに私は受け止めました。1つは、中国経済の回復が遅れているという原因は、中国国内だけにあるわけじゃないんですよと。2つ目に、世界経済が低迷する中でも、中国経済は確かな回復基調にあるんですよということ。3つ目としては、中国経済が根源的に備えている、本来的に備えているファンダメンタルズ。 っていうまあ基礎の部分というのはしっかりしていますよということを、彼らは訴えたかったんだろうなと、実際どうであるかということは別として、中国政府はそういうことを、この3点をまあ国内外の市場関係者に訴えたいという条件にあるんだというところは、ですね我々も認識しておく必要があるんじゃないかなというふうには思いました。 ここからパート2にいきますけれども、じゃあ、その7月の17日に発表されたのは、その GDP 成長率だけではなくて、ですねこの生産とか小売とか投資とか、いろんな数値が発表されたわけですけれども、こちらをです、ね、ちょっと見ていきたいというふうに思うわけですが、こちらも見てまいりましょう、今年の4月、5月を含めて、ですねまあ、最新の統計は6月ですけれども、一番左にありますが、この6月の数字を見ると、えー、工業生産は5月に比べて若干、 改善しているという状況ですが、2つ目の高流利上げ高、まあ、すなわち消費ですね、消費の伸び率というのは、まあ、5月の12.7から3.1と、まあ、明らかにこう伸び率が鈍化しているという現状が見て取れると、でまあ、それに加えて固定資産投資、まあ、注目される不動産開発投資も悪化の傾向が見て取れますと。 いうことですしここ最近、ですね日本のメディアなんかでも話題になっている中国若年層の失業率というのは、まあ、過去最高の21.3%を、えー、記録しているということで、まあ、実際にやはりこういった数値を見てしまうとですねこのコロナ禍が終わってコロナ時代に突入している中でも企業の投資欲、えー、工場の生産欲、えー、国民の消費欲、まあ、いろんなところが本来であれば放出されて開放されて 経済をダイナミックに回していきたいということなんだと思いますけれども、まあ、世界経済の低迷など、まあ、弱い外需に加えて、国内需要が戻ってきていないという、まあ、こういったです、ね、不都合な真実が浮き彫りになっているというのが、えー、現状が見て取れるということだと思います。まあ、私自身もですすすね注目るるここのの低迷する不動産市場ととと若年層の失業率ということに関して この国家統計局の副報道官は記者会見で次のように説明しています。私、このコメント、極めて重要だというふうに思うので、翻訳して引用しますけれども、まず不動産に関して、このように言ってます。足元、えー、不動産をめぐる新規の着工面積は下がっていますと。ただ、竣工面積は増えている。施工面積は全体的に下がっている。今後だが、不動産開発投資は引き続き低レベルで運行していく見込みである。 つまり、もう少し低迷期というか、ですね伸びない時期が続きますよということを言ってるわけですね。で、若年層の失業率に関しても、こういうふうに言ってます。6月、若年層の失業率は21.3%となり、先月よりも高くなったと。で、来月の状況だが、大学卒業生や若者が集中的に労働市場に流れ込んでくるため、失業率はさらに上がる見込みであるということを、統計局の報道官が言ってるわけです。 つまり、不動産市場も若年層の失業率、まあ、日本でも最近注目されるこう中国経済の指標ですよね、もう来月以降も低迷、悪化するという見通しを中国国家統計局が持っているということですね。 これって、まあ、これもまああの世の常かもしれないですけれども、基本的にその国の政府っていうのは、自分のことを悪く言いたくないわけですね、これは別に中国だけじゃなくて、日本とかアメリカもそうですけれども、自分は頑張ってますよってことを当然言いたいわけですけれども、ただ、そんな、特にそういう傾向が強い中国政府ですら、来月以降も低迷しますよと。 来月以降もことを認めているわけですねこのファクトというのは極めて重要で、もちろんこの公平を期して言えば、この報道官もですね不動産と若年層の失業率に関しても、状況が変われば数値は改善しますよという見込みは示してはいるものの、少なくとも現時点では不透明だということだと思うので、ここで私が申し上げたいことは、中国経済をめぐる各種指標、下半期も7月以降、ですねもう楽観視できない、厳しい状況が続く と考えるべきだというふうに思います。はい。ここからパート3にいきますけれども。 じゃあ、今後の見通しどうなるかっていうことですが、まあ、あの6月の消費が大きく鈍化したという現状からも見て取れますが、やはりこの需要、ディマンドを支えていくための景気支援策が打ち出されていく見込みだというふうに思います。えー、例えば下半期、中国人民銀行、まあ、中国の中央銀行ですね、なんかは引き続きえ小刻みな利下げなんかを念頭に政策を打ち出していくんじゃないかというふうに思います。でもう一つ例を挙げると、えー、6月の末にですね、李強首相が 国務院の内閣の常務会議を主催して、ですね住宅消費を促すための措置というものを審議採択しました。まあ、それから間もなく7月の18日、中国の中央政府は、国務院内閣ですね、商務部など、商、まあ、務部って日本の経産省ですね、など、13の省庁にまたがる形で、まあ、この措置のガイドラインを発表したと。 でまあ、その中で、商務部は記者会見で、住宅消費を促すことで内需拡大に注力するっていうふうに言ってるんですねで。具体的にどういうことかというと、住宅環境に関わる分野ですね。例えば家電とか 家具とか、あるいはその家のリフォームとか、まあ、そういったものを対象にして、この地方政府や関連企業に国民がこれらの分野に積極的にお金を使うような仕組みを実行していきなさいということを促しているわけですね。で、その過程で中国政府自身が国家戦略の観点から重視をしてきたえデジタルとかグリーンとかスマート、イノベーション、まあ、こういった要素をまあ存分に盛り込むようにということをまあ言っていると、まあ、若干欲張りな感じはしますよね。えー、景気も流したい たたた中国国が掲げてていいいる国家戦略も満たしていきたいと、まあ、それ若干欲張りな感じがしなくもないですけれども、まあ、こういったことを言っていると確かにこの客観的に見て中国経済の回復のために消費を促す。 需要要を喚起すするととといいいうううことは絶対に必要だというふうに必だふ思います実際に3月に首相に就任した李強さんは、市場原理とか企業の動向、企業化精神というものをよく理解しているというふうに私も思います。地に足のついた国民目線の政策を打ち出そうとですね、頑張っているのも私なりにわかります。 えーまあ、実際にこの政策を審議してから打ち出すまでのスピード感というのも結構なものなので、まあ、中国政府は中国政府なりに、まあ、ポストコロナという段階においてそれなりにしっかりとこう仕事はしているというふうに思うんですよね。一方で、じゃあ先ほど私が紹介したこの住宅消費の促進策を含めて、まあ、私の中国の知人なんかにもこういうのは中国政府から出されたけれどもどう思いますかっていうことを聞いてみても、まあ、あんまりこう前向きなコメントってないんですよね。そんなののは政府自自作自演だとか 企業にとっては何のメリットもないとか、それで一体何が変わるんだと、まあ、こういったですね、まあ、机上の空論的なものだと、まあ、こういう反応ばっかりで、ですねあんまりですねこの中国の起業家や消費者の受け止め方って良くないという状況はあると思うんですね。で実際にこれ、私も先週、先々週報告したように、6月下旬に中国に出張行ってきましたで。その中で改めて思いますけれども、やはりその昨今の中国社会っていうのは、雰囲気が良くない。起業しししよよよ投資消費しよう まあこういうふうにですね前向きに思えるようなムードが漂ってないっていうのは私自身も感じたということなんでやはりこういう局面をこう打破するためにはですねやはりこの今、ねあの日本でもあの野球でオールスターとかやってますけれどもやっぱりその一発が流れを変えるっていうこういうこともあると思うのでやはりその中国政府として本気でこの栄養分をマーケットの放出するのとすればこの小手先の支援策 とか刺激策ではなくて、市場経済を巡る雰囲気をガラッと変えるような言動発信が求められるんじゃないかというふうに私も思っています。例えばですけれども、市場や民間からあまりこうポジティブに見られてこなかった習近平国家主席自身が市場経済や民間企業を思いっきり支援するような発言をするとか、あるいはその不動産とか戸籍といったまあ規制が強い分野で劇的な規制緩和をするとか。 あるいは習近平さん自身が欧米や日本との外交関係をこう劇的に改善するような動きをするとか、こういうですね、若干こうラディカルな 政策を打ち出すことができれば、この悪いムードというのも変わっていくんじゃないかというふうに思います。ですから私自身は、あまりですねこの小刻みな小手先の政策をちょびちょび打っていても、ですねこのマーケットサイドからすると、それで何が変わるんだっていうのが現状だというふうに思うので、やはりですねその習近平さんとかですね李強首相は、見え方っていう問題は大事だと思うので、この民間、市場、海外の投資家などが、お中国変わったなと。 もういよいよこう市場を盛り上げようとしてきてるなっていうふうに思うような、う私自身それが実際何なのかっていうのはこう分からないですけれども、それをですねこう出していただけると、中国は本気で経済良くしようとしてるなっていうメッセージになると思うので、一、まあ、人のですね中国ともこう関わってきた人間としてその辺をこう期待したいなとで、そういった中でですねこう日本と中国の間の経済関係、ビジネスなんかが盛り上がってくれば非常にいいんじゃないかなというふうに個人的には思っています。はい楽天証券の 投資情報メディア、当主ルがお送りしております。仮に先ほどの私のお話、少しは、えー、面白かったなと思われた方はですね、チャンネル登録、そしていいねを押していただけると大変幸いでございます。またお目にかかります。ご清聴ありがとうございました。